はいどうもこんにちは、フル。今日はねラジオ、こちらねツイウィスなんですけど、あツイウィスなんですけどね、ZWS787 こちらねまたご提供いただきましたんでね紹介したいと思います。まずはねこのケースちょっと見てください。なんかミリタリー感のある色でね、これあのダミーなんですけどボタンがこう書いてあって、まあボタンっていうか機能ですよね。ラジオでアプリ対応、Bluetooth、あとカード、DSP で電池、まあ充電池ですよみたいな話ですよね。はい。で、これちょっと開けてみましょうか。これね、ちょっと開けにくいんですけどね。よし、開きました。ね、ここにラジオ入ってたんですけど、今出してあります。で、内容物が説明書、これ仕切りね。からこれイヤホンね。なんかいい感じのイヤホンですね。で、ストラップでしょ。だからこれあの、タンパラ状のね、クリップアンテナ。これおなじみですね。あと、USB の充電用のケーブル。それからね、いつものポーチですね。ZWIS ポーチ。で、ね、これアプリ取扱説明書ってのこれ別であって、で、こちらがね、本体説明書と。今日はね、あの、本体のね、ラジオ機能だけちょっと説明しようかなと思いますんでね。こっちのアプリ版はまた別の動画でやらせてくださいね。こちらラジオなんですけど、これね、まあなんかもう色があれなんですけど、これあのメーカーさんからね、ご提供いただいたんですけど、あの、ロボットカラーガンダム風って書いてあって、あ、ガンダム言っていいのかと思いながらね、まあガンダムカラーなんですよ。これあの型番はね、ZWS787 ってやつなんですけど、まあなんかね、青でしょ、赤でしょ、黄色で、ベースが白ね。まあ、あの色ですよね、って感じなんですけど。まあ、じゃあ説明していきましょうか。ちょっとね、マニュアル見ながらね、間違いのないように説明していきますけれども。これまずね、FM のね、周波数はね、選択式ですね。で、すべての国で使用できますということで、日本だったらね、この76から108、これにしとくとね、多分全部聞けていいかなと思いますね。76から108の9キロステップ。AM9 キロステップですね。これでいいと思います。でね、これね、またおなじみなんですけど、まぁちょっと外観から見ていきますと、これね、チューニングボタンね、チューニングボタン。で、電源でしょ?で、バンド、モード。で、これメモリー関係ね。で、ボリュームは、ボタンですと。で、時計ついてて、で、アンテナね、アンテナ。で、イヤホン端子ここに来たと。で、USB のね、USB の、充電ポートですね。それからここがライト。ライトですね。で、これが、メモリーカードスロット、TF カードね。で、裏にいろいろ書いてあって、これがね、アプリのダウンロード QR コードだと思うんですよ。こんな感じでね、やっていきますね。で、今回ね、これ、Bluetooth 対応です。でね、これね、ちゃんとね、ほら、技的ね、皆さん大好きな技的マークありますんで、ね、安心してくださいね。はい、技的大丈夫ということでね。Bluetooth もバリバリ使えますと。で、ちょっとラジオの話なんですけど、まあ、スマホのね、アプリとかもいろいろあるんですけどね。まずね、電源ですね、電源ね。で、アンテナ伸ばしますね。FM と、短波はアンテナ伸ばさないとダメです。アンテナ結構長いですね。アルファステーションからの夏。今これアルファステーション入ってますね。オリジナルのセンスを毎日1名の方にプレゼントです。プレゼントのエントリーは、うん、まあ、ちゃんと聞こえますね。で、これボリュームでしょ。はい、まずね、時計のモードにして、このモードにしといて、バンドボタンを2秒長押し、で、FM が76、これでいけたのかな?バンドボタン2秒長押し、87、87.5、64、76ですね。これで、電源切ればいいのかな?で、FM モードにして、今これ、ね、サーチ中ですね。89.4 が引っかかるかな。あ、ちゃんと入りましたよね。はい。こんな感じでね、FM 聞けるようになりましたと。で、やり方は、もう一回説明しますけど、まず時計表示モードにします。この状態ね。
で、これでバンドボタンを2秒長押しで、すると周波数が選べるんで、チューニングボタンで、頭のね、周波数をね、変えてあげると、日本だと76で選ぶと大丈夫と。で、これで電源一回切りましょう。すると、周波数レンジが、76から108になるんで、これであの FM ね、バッチリですね。はい、ありがとうございます。で、まあ、やってことは簡単で、で、まず電源入れますと、AM、短波、ウェザーバンド、これ日本では関係ないですね。で、Bluetooth、で、パソコンとの接続、これね、USB スピーカーになるんで、パソコンとつなぐと、ここから音出ます。で、FM、エアバンドですね。で、AM 戻ると、こんな感じですね。はい、NHK もね、入りますよね。まあ、基本的にはこれだけだと単純なラジオなんでね。で、これをラジオ以外で使おうとすると、Bluetooth でね、スマホとね、連動させたりね。あとは、なんだ、SD カード入れるとね、音楽再生できるし、で、これ、ステレオでね、イヤホンから出るんでね、ポータブルプレイヤーにもなりますね。ラジオがポータブルプレイヤーになるってちょっと面白いですね。あとね、ラジオの録音ができるらしいんですよね。ちょっとその辺もまたね、深追いしますけどね。ここ見るとね、これわかりますかね。ラジオ、Bluetooth、ミュージックプレイヤーって書いてある。もうミュージックプレイヤーでね、ちゃんとね、視野に入ってると。しかしこれデザインがね、まあ、ガンダムっぽいっちゃかなりガンダムっぽいですけどね、まあ、大丈夫なのかって気がしますけど、まあ、頑張ってくださいって感じですね。で、チービス男のね、低音がよく出るよってやつね。まあ、ラジオとしてはね、特にね、ないでした。モモスケさんがね、これのノーマルカラーのレビューされてたと思うんで、そっちもぜひ見ていただいてね。で、まあ、東京がこれおいおいね、ちょっと、アプリ編とかね、エアバンド編とかまたやっていきますんでね。ただエアバンド室内で受かんないんでね、ちょっと外行かないとダメですね。またロケに行きたいと思いますけれども。まあ速報的なね、感じでね。これもね、まだ売ってないのかな。そろそろ販売になると思いますけど、ご提供いただきました。チービスのね、ZWS787、これですね。ZWS787 ということでね、お届けしてまいりました。はい。あ、時計の合わせ方を教えておきましょう。時計の合わせ方はね、ここにね、タイムってあるでしょ。ボリュームの上に。これね、タイム長押しなんですよ。あ、ちょっと待って。この状態、時計モードでタイム長押しすると、点滅になったでしょ。これで、チューニングボタンで、こうやってね、時刻変わるんですよ。で、もう一回押すと次、分に、今時ですけど、これ分になります。分ね。こうやってね。で、もう一回押したら24時間か12時間ね、表示モードが選べて、で、もう一回押すと終わりと。このようになりますんで、あと、キーロックボタン忘れてましたね。これ長押しでキーロックなんで、胸ポケットとか入れててもね、カバンに入れてても大丈夫ですね。で、これもう一回長押しでキーロック解除という風になります。あとね、電源入れて、これね、ミュートボタンにもなりますね。はい。一時停止もこれみたいですね。なんで、ちょっと話しかけられて、何ですかって言ったらこれでね、ラジオちょっとオフにして、話終わったらまたこれで戻せばいいね。これ単押しですね、単押し。で、電源は長押しで切れると。あと2秒押しで、スリープモードっていうのもあるんで、これですね。これで今スリープモードになってると思うんで、まあ、電源切りましたけどね。まあ、そんな感じでね、チービス、787ね。ガンダムカラー。ガンダムカラーですね。怒られないかな。はい。じゃあ以上ね、そんな感じでお届けしました。次ね、アプリ編やって、あと SD カードのね、チェックとかして、あとエアバンドですね。この辺もおいおい検証していきたいと思いますので、よろしくお願いします。以上です。ありがとうございました。